皆さんこんにちは、じまゆです。今日はこちらのコストコで購入した桜どりの手羽元を使って韓国風のサクサクフライドチキンを作っていきたいと思います。そして今回はそれにつけるチェダーチーズソースも作っていきたいと思います。イメージは韓国の YouTuber さんがモッパンで食べているようなサクサクしたフライドチキンととろーりしたチェダーチーズソースを作っていきたいと思ってますので、よかったら最後まで見ていってください。今回フライドチキンについては YouTuber の大阪韓国料理店のチェさんの動画を参考にさせていただきました。概要欄に貼っておくので、もしよかったら合わせて見てみてください。それではスタート。ここからはアフレコで作り方をざっとご説明していきます。まずは鶏の下ごしらえと下味をつけていきます。骨付きの鶏肉は結構火が通るのに時間がかかってちょっと心配なので、切り込みを入れていきます。私が入れているのは骨の両側に少しだけ左右に1箇所ずつ切り込みを入れておくようにしています。でこの後は下味つけていきます。動画で分かりづらいんですけど、塩コショウをまずすごくたっぷり揉み込んで、あとはニンニクと生姜をすりおろしたものを入れます。チューブでも何でも大丈夫なんですが、あんまり量多すぎると下味がしっかりつきすぎて唐揚げみたいな味になるので、そんなに多くなくて大丈夫です。その後は牛乳を入れていきます。牛乳の目安は鶏がだいたい浸るぐらいまで入れるようにしてください。この状態で冷蔵庫で少し休ませて下味をつけていきます。冷蔵庫から出したら早速揚げる準備をしていきます。今回使うのは天ぷら粉です。これがね、もうほんとザクザクという美味しい音と味にすごく大事なので、天ぷら粉をぜひ使ってみてください。まずは牛乳もね、そのままで大丈夫なので、上から天ぷら粉を入れて、牛乳のサラッとした水分がなくなって全体的に中がこうねちゃっとするような感じになるまで入れてみてください。量はねすごくアバウトで大丈夫です。でそしたらこの後タッパーだったりビニール袋にお肉を入れていきます。で入れるときは見ていただいている通り、天ぷら粉お肉、天ぷら粉お肉っていう感じで重ねて入れていってください。ここで入れている天ぷら粉が、外側の衣になるので、しっかりとザクザクと食べたい方は多めにつけるようにしてください。この後早速揚げていくんですが、手前のフライパンでまずチェダーチーズソースを作っています。量は、バターがだいたい 3-5g ぐらい、牛乳が 130ml、 周りがふつふつとして温まってきたらチェダーチーズを入れていきます。今回はスライスのチェダーチーズを4枚とピザ用のとろけるチーズを少しだけ入れるようにしました。このあたりもね、チーズお好みで大丈夫なんですけど、やっぱりねチェダーチーズソースが味がしっかりしているのでチキンには合うかなと思います。チキンの方なんですが、揚げるときはあまり温度を上げすぎず、私は160度で揚げてます。低い温度でじっくりと揚げた方が中まで火が通りますし、ザクザクっとした感じが出てくれるかなと思うので、160度ぐらいがおすすめです。一度に入れすぎてしまうと、結構天ぷら粉はね隣同士のチキンがすごくくっつきやすいので、隣同士があまりくっつかずに入れられるぐらいにしてください。私はね今回10本作ったんですけど、5本5本で2回に分けて揚げました。で時間的には10分から15分ぐらい、多分15分弱ぐらいだったと思うんですが、結構長い時間揚げています。時間を計るというよりもチキンを見て、外側がねカリカリしてきて、でもう焦げる一歩手前ぐらいまでしっかりと火を通せばいいかなと思います。でこの時はね1回揚げでやってるんですけど、2回目作った時は食卓に同時にダッと出したかったので、8割ぐらい上がったところで一度出して、もう5本揚げて、で、また揚げてっていう感じで2度揚げにすると、全部がね温かい状態で食卓に出せるので、結構ね良かったかなと思います。2度揚げもおすすめです。はい、そしたらこんな感じで全部チーズソースもフライドチキンもできました。こんな感じです。いかがでしょうか。こんな感じでカリカリザクザクと楽しくて美味しいチキンに仕上がりました。もう一度聞いてください。こんな感じでお家でもフライドチキンすごく簡単に作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。